で、自分の都合で休んだことないんですよ、全国は。で、体が悪いんだとかって休んだこともないし、会社の都合でね、できなかったことはあるらしいんですよ。で、寝たきりの人は、ここまでなっちゃったって、すごいと思いません。ね、一生休まないで。で、なんでこれができればですよ。なんでできるんですか。寝たきりの人はここまでできるかって。執念です。執念。それもあるかもしれないよね。もう一回ね、もう命捨てた命なので、それが回復したじゃないですか。執念あるかもしれない。まあそれはあるかもしれませんけど、病気しないんですよ。病気しづらい体になっちゃったんです。干渉。